吉林女子刑務所の八管区からは、殴られ、恥ずかしめられ、拷問を受けた後のファールンゴン学習者の悲痛な叫び声がよく聞こえてくる。殺人罪の受刑者、李銘菓は、政府にはノルマがあるから殴り殺しても大丈夫だと言ったという。刑務官は原型を餌にして、囚人にファールンゴンの学習者を殴らせることがよくある。2020年10月14日、 69歳の唐演果さんは八冠区の211官房に連れて行かれ6人の犯罪受刑者に取り囲まれるとファールンダーファーへの侵攻を放棄することを強要された夜になるとさらに殺人犯の受刑者1人が加わり老人を思いっきり蹴飛ばしたその後受刑者らは唐さんをトイレに引きずり込み冷たい水をかけ小さな椅子に座らせたそして窓を全開にした 囚人服だけで下着は着ていないしズボンは濡れているし素足は冷たい床のタイルにあたり寒さで震えていたという吉林女子刑務所第8管区はファールンゴン学習者への迫害を目的としており教育区と表向きは称されているが実際は暴虐管区だ迷惑サイトでは迫害の様子を何度も暴露した 現在八管区に100人以上のファールンゴン学習者が収容されている中国共産党のファールンゴンへの迫害は真・善・忍の普遍的価値に露骨に反しており数千万人のファールンゴン学習者を悪者にし国民の憎しみを煽り暴虐を助長し善と悪を逆転させている 1999年7月から中教と江沢民グループはファールンゴンへの弾圧を開始しファールンゴン学習者に汚名を着せ経済的に切り捨て物理的に抹殺するという大量殺戮政策を実施している中国大陸の多くの収容所拘置所再教育労働キャンプ刑務所でファールンゴン学習者に対して100種類以上の拷問を行っており その結果多くのファールンゴン学習者が迫害されて死亡したり障害を負ったり気が狂ったりしている吉林女子刑務所での拷問は氷山の一角に過ぎない